前半の45分、まずホームの徳島ヴォルティスボールでのキックオフになりました。風は画面向かって左から右、ちょっと渡辺さん影響するような強さになってますかね。いや本当このナルトというのはこの風がね今一つの厄介ですよね。前線ハリがワンタッチをいたしました。今日の審判団です。レフリーは池田直弘さんです。副審が手塚博さんと宮島和代さん、第4の審判が前田隼人さんです。現在6位の東京ヴェルディ1969、前節は湘南も3対1、前々節レイソルに大敗しましたが、その前ヴィッセルにも勝っております。エリアの中に入れていく。ここはマルクスが顔の前で足を高く上げました。ボルティスボールと変わります。試合前にも触れたように今の非常に追い込まれた状態、まあ、しかし可能性が残している以上1試合1試合、今日のゲームを含めて、まあ、残り7試合ですか、ヴェルディはもう本当に21勝ち点を取るという気持ちがないとやはりこの雰囲気に飲まれてしまうと思うんですよね。残りのゲームすべてに勝ち点3を取ったとしてプラスが21。おっとどうでしょう、前線です。ベルディ頭でつないでいく、シューバー、あーっとマウスが広く見えたでしょう。この局面ですが枠を捉えられません。今のシーンです。いや浮き球のルーズボールでしたけれども、その処理といいディフェンスをかわしてフィニッシュまでイメージ通りだったんですよね。少し状態が逸れてしまった分ボールも浮きましたか。まず立ち上がりのチャンス、シューバー決めることできません。ヴェルディ先制なりません。現在このヴェルディの勝ち点が62、残り試合すべて勝ったとして21を足して83です。現在トップのヴィッセルが勝ち点が80。まだまだヴェルディとしては諦めずにいきたいところ、そしてここ数試合は非常に結果も出てきています。伊藤です。右に振り直す。エリアに3枚いました。合いません。キム・ウィマン、スローインはそのままキムが行います。もう一度キム、足元にボールを置く。なかなかエリアの中までボールが届いていきません。中盤の右サイドになります。キム・ミマン戻してどうする、体を入れ替えて左足のシュート、こちらも枠を外しました。徳島ボルティス中盤の底に入るアンドレの左足です。これも前半徳島からすれば、向かい風になってしまうのでちょっと吹かしてしまいましたけどね、はい、イメージはもちろんシュートもあったのかもしれませんが、逆サイドを狙ってそこに入ってくる選手がいればというシーンでしたね。あなるほど。玉野とアンドレが2人並んで中盤の底に入ります。戸川のクリア、まあ、この後もまだ上位陣との直接対決を残していますし、ヴェルディとしてはそういう、まあ、モチベーション可能性のあるゲームに対してどこまでこの舞台を作っていけるかという大事なゲームになると思いますね。そういった意味でも立ち上がりの終盤の決定的なチャンスというのは決めておきたかったですよね。長いボールを前線に運ぶのはボルティスです。小林が競っていきました。そのシューバーから左、真ん中に広山、ボールはマルクス、つくのはアンドレ、懐を使いながら一旦戻します。富澤からもう一度富澤、ディフェンスラインまで戻しました。
少しカウンター気味スピードがついていただけに今の渡辺さん戻してもしょうがない展開なんですか。無理をして、仕掛けるというよりもしっかりとした人数をかけて上がりというのを待ちましたけどね。なるほど。アンドレから今度はボルティスが右、伊藤、ここは前線とのタイミング合いませんでした。前線は恥が待っていました。前節は仙台1対1恥のゴールでした。ただ渡辺さんおっしゃったように勝ち点3を取ってもおかしくないようなゲーム、田中監督から東監督に代わってやはりこのあたり刺激カンフル剤になってますかね。変わって初戦 その四国ダービーで、惜しくも勝ちを逃してというか、星を落としたわけですよ ね。しかしそこに明確になったその守備の意識ですよね。守備をした後のやはり奪った後のシンプルな攻撃、そこがやはり今シーズンこれから先徳島の、パワーポイントだと思うんですよ。片岡からサイドを変えていきます。絞ってきてキムイマン落として片岡縦にエリアに3枚ヘディング、先制徳島ドリトス、小林康隆のヘディング。いや綺麗な形でしたね。3人ペナルティエリア、今のシーンです。ここで1本くさびが入るんですが、恥の落としに対する中盤のサポートで、なおかつ得意とする伊藤明がねディフェンスの裏のスペースに走る動きですよね。縦のワンツー、3人目の動きに完全にベルディの最終ラインは、崩壊してしまいましたね。今の戦いはニアにもファーにも人が入りギャップも作っておりました。ペナルティエリア最後はこの小林がフリーになって綺麗なヘディングシュート決まって徳島先制です。1対0。チーム自体には怪我人もかなり出てますし、田中監督のベースを引き継いではいると思うんですけれども、これがやはり変わるもんなんですね。チームというのはやはりメンタル面が占める上大きいと思うんですよね。マルクス縦パスは通りませんでした。2トップの間に入ってしまいました。ベテランの伊藤戻して左の中盤片岡、疲労ピッチを使っていきます。サイドチェンジ、アンドレです。アンドレ、伊藤が横に、ここは一列戻します。ディフェンスの真ん中には西川、左大森です。玉野がワンタッチ、西川から大森、玉野を飛ばします。玉野が縦に、この玉野はトップ下で使われている試合も非常に多かったんですけれども、東監督は中盤の底に入れます。アンドレとコンビを組むようなダブルボランチがあるんですけれども、これやはり彼を中心としてやはりボールがさばけるタイプですからね。今この徳島にいる、いないタイプですから、彼を生かすとなった時にやはり攻撃に思いっきりよく飛び出していく、そういう意味でもアンドレ の守備力というのは必要になってくると思うんですよね。なるほど。で、1列玉野が前でプレーすることによって 1.5 列目でプレーするこの伊藤明が本来の仕事である1点目をお膳立てしたようなディフェンスラインの裏に飛び出していく動き、これがもう生まれてくると思うんですよ。これはもうチーム全体の攻撃においての相乗効果だと思うんですよね。なるほどね。前目でさばける球のをあえてそこに置くことで、東監督、田中前監督から引き継いだ選手たちではありますけれども、ボルティスに結果というものをもたらし始めています。ここ4試、失礼2試合で勝ち点が4。高木から小川です。高木前線からきっちりプレッシャーは恥です。高い位置で今のベルディの対応はどうだったんですか。いや、あまりにも余裕を持って最終ラインで回す、でなおかつそのプレスをかけてきた徳島の選手というのがボールに対してだけでなくやはり連動して動いてディフェンスをしたので今のような形を作れましたよね。先制点を奪われたといったところでまだ十分に時間は残っているわけですから、ベルディでもこうもう一度パニックに陥ることなくもう一度冷静にゲームを進めていきたいですね。はい、
前節はベルマーレを3対1結果が伴い始めた終盤に来てのベルディです。あ、ここはイエローカードが出ました。どちらでしょうかね、戸川じゃないでしょうか ね、 ね、はい、そうですね、戸川にイエローカードです。ここに来て萩村ではなくてコンビを組むのは一柳に変わっています。前半立ち上がり10分経過です。渡辺さん、両チームの入り方の印象はいかがでしょうか。いや、本当両チーム早い時間帯に決定的なチャンスを一度ずつ作り、ベルディは外し、逆に徳島はそれを決めたわけですよね、はい、そこで本当に勢いというのがここの時間帯にも表れていると思います。まだどこか攻撃陣に対しては前へ前へという気持ちが出ているベルディですが、それに伴ってディフェンスラインがね、もう2点目は失点したくないという気持ちもちょっと強くなりつつありますよね、はい、それがちょっと消極的なプレーに表れていると思うんですよ。目に見えて何かありますか。見てみるとやはり中盤の構成であったりベルディはちょっとボックス気味のような形、中盤のアウトサイドが、サイドに張るのではなくツートップに近いところ、センターでもプレーできますよね、大橋にせよ、そうですね、マルクスにせよ、はい、そのスペース、空いたサイドのスペースはやはり両サイドバックっていうのが埋めるべきだと思うんですよね。クロス、これは高いボール頭で落としていくところにホイッスルです。この貝本がそのサイドバックではありますが、上がれる試合は相当上がりますけどもね、はい、それはある程度ゲームの中でボールを支配した時間帯だと思うんですよ。でなおかつ中盤なりも一列前のところでためができればサイドバックのオーバーラップができる時間が稼げると思うんですけれども、はい、今の状態最終ラインでボールを持たなきゃいけない状態というのはベルディにとったらマイナスだと思います。一度その最終ラインで余裕でボールを回していて前線からのプレッシャーでシュートまで持っていかれるシーンもここまで作られています。ベルディのセットプレーです。こちらには大橋というフリーキッカーがいます。まあ、キックのレベルは J1 クラスですからね。今日は風が強いですからね、かなり影響すると思いますよ。風上から風下へ、最後は一柳が飛び込んでいきました。今も少し流れましたけどね、いいタイミングで一柳こう顔出しましたよ。マークが完全にフリーなんですよね、はい、マッチアップはアンドレだとは思うんですけれども、ここは徳島としては助かりました。前節のスタメンでした一夜に、シューバから縦です。ルーズになっています。戸川からその一柳、一列前につなぎます。富澤、アンドレがかなり高い位置までプレッシャーをかけに行きました。広山が渡して前に吸い込まれていきます。サイド変えたいですねベルディはね。狭いサイドをずっと持ち上がる、タッチ終わりました。最後は玉野に当たっています。で大橋、マルクス、あとシューバー、広山、ここ見るとやはり足元でボールもらいたいタイプなんですよね。なるほど。なのでどうしてもこのサイドを変えないと同サイドに寄ってきている徳島のディフェンスといったところスペースも消していますから、はい、そのスピードに乗るだけのスペースであり前を向くだけのスペースというのが生まれませんよね。ここも大橋が入れます。先ほどは一柳がフリーになりましたので当然アンドレあたりはこのあたりケアしていくでしょうが、まだ大橋風の感覚がつかみきれてないですかね。今のもう、まあ、緩いボールでゴール前というイメージはあったと思うんですよね、まあ、開幕当初はずっとスタメンでしたが一時ラモス監督は起用をやめました。
ただここに来てベルディに結果が伴うにつれて大橋も中盤のポジションも確保しています。まあ、外国人も今シーズンはいろいろ変わりましたし背番号も相当大きいですしその中でようやくメンバーが固まってきた感があります。まだ J1 を諦めてはいけないベルディ今日は先制を許しています。西川から縦外を使います。片岡そしてハジハジグラウンドできます。またぐエリアの中に大外回り込んで片岡通ればチャンスでした。あっとここは大森のファンになりました。ベルディ早いリスタートからシューバです。直線にスピードがあるアンドレとシューバ。ノーファールです。早いリスタートからの攻撃でしたがよく中盤から戻ってねアンドレスペースを消しましたね今ね。先ほどフォワードと同じようなラインまでプレッシャーかけに行ってましたしかなりディフェンスという意味ではチームの約束もと忠実にここまで実行している印象があります。ここ数試合見る限りでこのアンドレのボランチ起用というのは僕はもう、いい形で現れていると思います。で小野玉のこの時のボランチというのはどうしても守備に置いた時にプレーゾーンというのは少なかったですよね、はい、狭かったと言いますかペナルティエリアの幅では守れたとしてもサイドに起点を作られた時そこのルーツさというのが見られましたからね。小林から上がっていったキムウィマン中盤右キム最後はキムウィマンが触りました。1点を失った後のベルディというのはどうですか。攻守にわたって立て直しはできているんでしょうか。どうでしょうね、まあ、早い攻撃に関しては前線にスペースがある分、まあ、個人で打開できる選手、まあ、シーバーあたりのスピードというのが生きるとは思うんですけれども、どうしてもこうやって時間がかかった時の攻め手といいますか手数少ないですよね。でくさびにせよパスをもらう選手というのが足元足元なのでそれほど対応する徳島のディフェンス中盤と崩れてはいないんですよ。細かくつなぎながら前線まで持ってまいりました。前を向いてベテランの伊藤右に渡します。キムこの右からのクロスがなかなかゴール前まで届いていきません。スローインキムウィマン伊藤からキムようやくヘディングアジの頭にアップにしたクロスですがフィニッシュの形というのはサイドからのクロスで中でこの端の高さと生かす、まあ、シンプルはシンプルなんですけれどもそこまで持っていけてるっていうのはまず一つリズムが生まれている証拠だと思うんですよね。はい、で良くない時の徳島であり今下位に低迷しているチームなんか見てもやはり知ってはいけないところでのミスであったりだとかさあ攻撃を仕掛けようというその攻守の切り替えのところでボールを失ってしまうためにディフェンスラインでパニックを起こし失点をしてしまうシーンって多いわけですよ。さあこういった形ですね。しかしここもまず取りに行くのではなくここ遅らせてますよねプレーをね。あーなるほどね。あーかいくぐってベルディ右から行くエリアに2枚もう1人入っていくファーにこぼれてきません。うまく守りました徳島伊藤の足元伊藤へのファールになります。菅原先制ゴールの小林から前節ゴールはコンビを組む端から
まあ、守備から立て直すという、おっとこれはどうでしょう、オフサイドフラッグが上がっています。東豊監督、しかし守備を立て直したことで渡辺さん、その点も奪えるようになってきましたかね。うん、まあ、ある程度時間をかけさせれば守るという自信で、なおかつそこで奪った後の前の動き出しというのがね、明確になりますよね。田中監督が辞任をする前の5試合というのは5試合でわずか2ゴールでした。しかし東監督に代わってここ3試合ですでに5ゴール今日また1ゴール決めている。あっとスピードのあるシューバだ。ここはシューバがサイドに流れながら右足、ベルディ同点。シューバのスピードが行きました。いや、ベルディね、これがありますからね。この時間帯までそのフォワード、まあ、広山マルクスも含めてもう前線にスペースを与えなかったんですよ。ここも完全シューバのスピードといったところがこの得点を見ましたね。外に外に追い込むディフェンダーですが、そのスピードが勝りましてゴールにしっかりと角度を残した位置から右足のシュート、ゴールネット入れました。1対1。まあ、このところの両チームのそのチーム状況というのをここまではよく表していますかね。そうですね、いいところが現れてるんじゃないでしょうか。はい、大橋から富澤です。しかし流れであったり、そういった本来 の, このゲームの組み立て方なんか見てもまだベルディが本調子とは言えないと思うんですね。あ、そうですか。菅原から縦、さんが立ち上がりにおっしゃったようにまだ貝本、藤田両サイドバックなかなか攻撃参加までは行っていません。ベルディ一柳です。一柳前線シューバー溜めて大橋、マルクスへのパス交換がうまくいきません。伊藤早めに渡して小林からもう一度伊藤、なっとまた中盤が奪う、アンドレから奪いました。そしてコンビを組む広山へ戻します。貝本から菅原立て入る、どうする、右を使う、そして抜け出して貝本マイナスに戻す。ようやく今日1本ゴール前まで上がっていきました。右のサイドバックです、貝本。徳島も今のピンチを招いたのも中盤でしてはいけないところでアンドレのミスからボールを失っているわけですよね。そうですね、失点をした時と同じようにシューバにボールを奪われそうになりました。大橋ヘディング、徐々に大橋のキックの精度が上がってまいりました。風向きに対して横のキックですとやはり計算も立ちやすいんでしょうか。今のキックです。今日はこれで3本目のセットプレーからのキックを行いました大橋。あ、高い位置からプレッシャーでボールを奪います。そして伊藤が左に流れる、一度切り返して戻して片岡、エリアには2枚、大外1枚入る、どうだサイドチェンジ、ここはうまくボールが当たりませんでした。いや、クロスを選択しましたけども片岡横に球のがフリーでしたからそこに繋いでも面白かったですね。あ、なるほど。ただ渡辺さん、それだけこうパスコースができているということですよね。できている、もしくはこのパスをもらうだけのチャンスですよ。広山クロスバーを叩きました、強烈なシュート、ベルディ追加点はなりません。今のシーンです。ここもベルディボール奪ってから前線に6枚ですからね、人数がね。
で今の攻撃もフィニッシュで終わってるからいいわけですよ、はい、で中盤の段階であれだけ人数をかけるということはそれだけ後ろが手薄ですよね、うん、今まではそこで奪われてしまい、まあ、失点というシーンは多いですよね、はい、さあこれでキックは4本目大橋今度は長いボールファーに伸ばすハンドでバックヘッドクリアしかしボールは平山が拾いましたもう一度逆から入れ直していくディフェンスがよくつきますボルティスボールですボールの前にはベテランの伊藤西川大森今も徳島のディフェンスラインは出しどころないわけですから、ね、ベルディの2トップも少しプレッシャーかけてもよかったかもしれませんね。あ、なるほどね。今は西川が一度下げましたが追ってはいきませんでした。シューバと広山小林が低い位置、うん、と抜け出すか貝本です。右のサイドバック貝本確実に渡して大橋です。大橋そして貝本左から一柳から富澤、うん、こういったサイドチェンジを対応したいですね。貝本貝本縦に行く上げていくオーバーヘッドを試みました。もう一人いましたのでねスルーをしても良かったかもしれません。先制はボルティスでしたがベルディが追いつきました。何か同点に追いついてまた少しゲームが落ち着いてしまった印象があるんですがいかがですか。そうですね、ベルディもいい形といいますかボールを持ってない選手の動き出しであったりボールが動くようになりましたよね。はい、アンドレから前線中盤ルースできた右足バウンスは捉えましたが2バウンド入りました。勢いのないボール。今日はセンターバックに入っている西川です。井出口がコンディション不良ということで変わりました。あとの10人は前節とスタメン変わりがありません。エリアの中に転がって玉野からもう一度玉野に戻ってくる。スピード上げた端自分の前刺したそのスルーが通る。角度がなくなった片岡だ。中央枚数揃ったキム戻します。アンドレマウスを見る右足のシュート。中盤の底に配した玉野から攻撃の起点そしてコンビを組むアンドレが最後のフィニッシュ、うん、距離ありましたけどね。しかしハジェのスルーパスでそこでシュートを打てないと分かった瞬間にしっかり片岡のサポートであり一人一人の距離感といいますかボールに対して連動して動けているというのはこうリズムが出ているところだと思うんですよね、はい、
戸川から列車はアンドレが行きます。このアンドレは前線からも行きますし、運動量相当上がってきてるんじゃないでしょうかね。まだ19歳ですか、若いですからね、これ行けますよ。なるほど、はい、逆に186センチの高さも、まあ、高さだけではない可能性に東監督感じるものがあったんでしょうか。玉野と並べて中盤の底、広山から富澤です。一柳、ハーフラインを越える左に預けて藤田、また前線からプレッシャーに行こうというボルティスです。こういったスローなボール回しの中で最終ラインで回していると、中盤最終ラインにねマルクス引いてくるんですよ。うん、あ、ここは玉野のファウルになりました。で、引いたマルクスに対してボールが入れば、はい、連動して前を向いた時にフォワードが動き出せばいいんですけれども、そのやり前線にとの距離感であり動き出すタイミングであり、まあ少しちょっとギャップがあるようですね。徐々にキックの精度が上がってまいると、今度は距離も近くなっている。直接狙うのか、ニアで合わせていきました。最後はマルクスの頭、いや戸川じゃないですかね、触ったのね。あ、そうですか。ちょっとバックヘッドのような形だったんでね。あ、そうですね、戸川ですね、はい、チラッとサインを送って中にボールを入れていきました。大橋、いいボールでしたから、少しコースを変えるだけでよかったんですけども、うん、続いて対応します西川。前半は30分が経過してまいりました。どうですか、選手の気持ちとしてはゴールネットに入れてからまた少し時間が経ちましたし、次の失点をしないような、また 0-0 と同じような気持ちで今プレーをしてますか。いや、ベルディも徳島も、はい、まあ、ワンゴール、まあ、1失点はしてますけれども、それほど、答えてるよと言いますか、うん、ここまで引きずってる感じはないんですよね。そうですね、逆にディフェンスからしてみれば、はい、相手のストロングポイントを消そうという意図は感じられます。うん、シューバからマルクス、縦が通りません。タモノがブレッシャー、しかしボールはベルディ、富澤から菅原です。つながります、もう一度富澤、菅原、富澤、このダブルボランチのところから横パスでなくね、一本のくさびであったりだとか、そうすれば入ったボールに対して人数もかけられるんですけどね。うん、知らない、シューバが同点ゴールでした。風に逆らうボールですが、ハーフェラインが越えてきます。広山を落とす、富澤から
玉野がようやく足元にしかしボールマルクス左に抜けます。中を見ます。精度がありますヘディング、広山のヘディングシュート。同点に追いつかれてから少し徳島がビルドアップの段階で自陣でボールを失うシーンというのはちょっと多くなってきましたね、はい、でその奪ったボールもまた自分たちのミスでヴェルディもボールを失うのではなくフィニッシュまで持っているというのはやはりこれリズムが生まれてきますよね。しかし両チームの形なんか見ててもやはり中という攻撃多いですよね、はい。まあ、フォーメーション 3-5-2-4-4-2 の違いはあるとは思うんですけれども、もう少しサイドなりにスペースは作っていきたいと思うんですよね。ためであったり、はい、さあ上がりを待つぞ。ちょっと持ちすぎましたが右も左もパスコースがありましたが片岡です。今日の片岡あまりこう左一辺倒というイメージないですね。皆さんマッチアップの開幕を意識してのポジショニングだと思うんですよね。大橋か縦抜ければチャンス。マルクス広山がニアに飛び込んでくる。フリーでしたが枠を捉えられません。広山いいボールでしたけどね。絶妙なボールでしたが、まあ、中盤のマルクスがあそこに飛び出していく、その前にマッチアップの意識して見ていたのはアンドレだと思うんですよね。で最終ライン3バックを引く徳島としたらやはりフォワードにしっかり2枚がついて1枚余るような最終ラインの形はしたいんですが、その2枚がスペースを空けるような2列目が飛び出せるようなスペースを作られた時に、はい、中盤から誰がついていくのか、今の場合はアンドレやはりついていかなきゃいけないところだと思います。はい、ついていかないのであれば最終ラインに1枚余っているセンターバックに受け渡すやったり、そういった対応は必要になってくると思うんですよね、はい、前半は背中から風を受けることになるキーパーの高木からボールが伸びます。大橋が体を入れます。今ボランチ富澤からの縦へのボールですけれども、はい、ミスはしましたがどんどんチャレンジしていいと思いますね。ボランチのところでの横パスであり最終ラインに下げるバックパスでありそこをかっさられた時っていうのは非常にリスク大きいですから。そうですね、ここはどうする、自分で行くのか、ちょっとこれ勢いのないシュートになりました。クリスを持ち上がってベテランの伊藤空いていません。アンドレ縦に来る、通ればチャンス伊藤。アンドレはどうですか、中盤の底もなかなかうまくこなしますね。バランスは意識してプレーしていると思います。最終ラインに戻ってサイドのスペースを埋めながらというディフェンスもできますし、しかしこう2人の関係なんか見てみると玉野はやはり攻撃で前に飛び出していく、はい、後ろのスペースバイタルをアンドレが意識する。上げて前を向ければチャンスだが広山なんとか切ります。ハジ落とす、アンドレが来る、アンドレに通ればチャンス。
ボールがちょっと長すぎた。狙いは今2人の意思の疎通できてましたね。ワンツーでしたけどね、いいタイミングで、まあ、飛び出していきましたよね、アンドレもね。サイドで起点を作り、そのサイドから、まあ、横パスですけれども変えることによって、右から左に変えることによってやはりスペースが生まれてますからね、はい、ベルディもそういったサイドチェンジのボール展開の時に欲しいですね。手元の時計、前半残りは5分を切ってまいりました。この位置にマルクスです。ね、左サイドの藤田が高いところでプレーしますからね、今度は、はい、大橋、菅原、貝本、ボルティスもバランスよく引いてます。どうこじ開けてくるか。大橋から一柳、もう一度大橋、ベルディもただ回すだけでなく、どこで勝負をかけるのかもう少し明確にしたいですね、はい、ご覧のようにボルティスももう引いています。なかなかパスコースも開けられないベルディ。入れるなりチャレンジしたいですけどね、ベルディは。これ噛み合ってないんですよね、やはり出してもらい手の意思の疎通といったところでね。そうですね、ボルティスもバランスよく引いてるだけで特別なことやってないんですが、これ誰かがパスコース開けなくちゃいけないんですか。みんながみんなボールをもらう動きだと、あ、そうですよね、やはりプレーというのは限られてしまうと思うんですよね。あと広山がようやくボールをつける。シューバー、広山ちょっとボールが浮いた。アンドレサイドを変えながらの長いボールになる。出しどころのない細かいパスをつなぐベルディとは今ボルティスと対照的でしたね。最終ラインで、まあ最ボランチのところで富澤、菅原も含めてボールを回しているときに何度か左の藤田、右の海門とサイドバックが飛び出してるんですよね、はい、しかし飛び出していくが前線の選手がそこにいるがために自分たち自らスペースを消してしまっているわけですよ。そこで奪われると今のようなカウンターって後ろが数的不利な状態っていうのはまあしょうがないですよ。縦に安ドレから左に空いているエリアに2枚入る片岡だ。自分で中に切り込むのか。いやー、これは出した。ちょっと角度がないか。ファーに折り返す。右足のシュート、枠こそ捉えられませんでした。枚数は前線に十分。最後はキム・ミマン。いやー、この片岡の仕掛けというのもそうでしたし、このクロス上げたら大盛りですかね、これ最終ラインから上がってきてるね。しかし今ね、右サイドから左サイドで1人飛ばした中盤のパスありましたよね、はい、あれがもう完全にベルディのディフェンスライン崩しましたよね。ボルティスは渡辺さん、そんなに時間かかってないんですが、何か1本でベルディのバランスを崩そうというパスが必ず入ってますね。いや、一人一人がボールを持った時にプレーがシンプルですよ。うん、片岡は前を向いてスペースがあるのであれば自分で仕掛けた、はい、自分で仕掛けたことによってディフェンスのマークのズレ、スペースが生まれたところに味方を使う、もしくはこれ端であり小林にボールが入ったときワンタッチツータッチがもうほとんどですよね。そこで止めてディフェンスを背負いながらどうのこうのしようとそうじゃないですもんね、はい、落としてもしっかり上がってくる選手がね、サポートできてますね。逆にベルディの方は先ほどのように細かくこう全員が前を向いてパスをつなごうとしたときにはほとんどコースが空いてないような。おっと、これもいいぞ。小林、ありますよ。もう一度振って中に、あー、これはフリーだっただけにキムミマン。
焦りましたかね。完全に中がフリーというのがボールもらう時点で分かってましたからね。自分がボールを送る先に、そしてそのボールの質に集中しすぎてしまったでしょうか。今手元の時計前半の45分、ベルディ大橋一人かわす。大橋右足、右も左も走っていましたが、大橋は自分で行きました。まあ一つパスコースがなければドリブルというのもね、ベルディの選手たちは能力を持っていますが、しかしまあそのドリブルを生かす意味でもスペースを作らなきゃいけない。そうですね、まあそこは先決ですよね。押し込んでからではなかなか苦しい。ここはどうだ、大橋のキック、高橋のパンチングで前半終了のホイッスルです。両チームともに一つずつゴールを奪いました。さあ改めて渡辺さん、その前半の印象いかがだったんですか。いや早い時間帯にゲームは動きましたけれども、まあ、同点1時になってから両チーム流れというのが落ち着きましたよね。しかしこれ攻撃のところ、ディフェンスはねこの流れの中で修正はできつつあるんですが、攻撃面がやはり対照的だと思いますね。ベルディはどっかこう手詰まりといいますか、一人一人がもらう動きをするがために自分たちでスペースを消してリズムがなかなか生まれないと。しかし前線にはスピードがあり、なおかつボール持てる選手がいますから、そこに入った時はチャンスですよね。はい、で徳島はこれ1-1ですけれど も非常に試合の運び方は難しくなると思います。攻撃の時も動き出す選手もしっかり揃ってますしね、はい、今フィニッシュで終わってますけれども、今度これ中盤のプレスであり、運動量が落ちた時に取られるところが悪ければカウンターということもケアしなきゃいけませんよね。なるほどね。ともにこのところ調子の上がってきた両チームの一戦、前半は一つずつゴールを奪いました。後半はどんな展開が待っているんでしょうか。徳島ヴォルティス、東京ヴェルディ1969、1-1、後半に折り返します。スカパーで無料放送決定。4年に一度のバレーボール真の世界一決定戦、2006世界バレー。華麗なプレーで観客を魅了する女子バレー、柳本ジャパンや世界の戦いを熱くお伝えします。また男子の日本戦はもちろん、強豪国の熱戦を連日放送。世界最高峰の戦いを要チェック。2006世界バレーはスカパーで。欧州クラブチームの頂点を決める戦い、 UEFA チャンピオンズリーグ、今シーズンもハイライトはこの番組だ。司会はもちろん、ひらがなコンビの藤木&春野。チャンピオンズリーグ全試合のハイライトを豪華解説陣と共にお届け。また選手のインタビューや現地メディアの評価も詳しく分析。毎週木曜夜9時から生放送やってます。
45節のダイジェストをご覧いただきました。6試合の結果ご覧の通りとなっております。まあ、J2 の歴史の中では45節以降は初めてということになりますが、渡辺さんどんな印象でしたか？いや本当にね、この結果見てもらっても分かるようにレイソルがね愛媛に対してこれ 3-1 ですからね、それも何か次節以降に今節以降に影響を及ぼすかのような負け方しましたよね。アウェイは本当に結果が出てないですね。はい、横浜 FC もこれ2週間以上前節の山形戦から空いたんですけどもね、天皇杯も選手主力休ませましたから、そこで迎えたコンサドーレ戦、好調コンサドーレに対して 3-0 と、これ本当にいい形で勝ちましたね。そうですね、今日お届けをしているベルディもベルマーレを3対1で下しています。それでは前節終わっての順位表をご覧いただきます。順位表上位3チームにこの J1 の可能性はもう絞られたんじゃないかというふうに言われていますが、ベルディもあと残り7試合21を足すと83、まだまだ諦めたくはない。それから現実問題、まだどこもですねその J1 を確定したチームはないわけですもんね。いや混戦はもう変わらず、まあ、しかしこう試合数からしてみれば少しレイソルでここ試合数試合の戦い方見てると、この3位の差といったところでね、はい、4位以下の仙台以下のチームというのはモチベーション高く持てるんじゃないでしょうかね。そうなんですよね、まあ、本当に勝ち点が1差で3チーム来てますのでね、その3位の枠というのを踏まえてこの4位以下のチーム、まだまだベルディも可能性を残していますので、今日のゲームも非常に重要ということになります。それでは前節を追ってのゴールランキングをご覧いただきましょう。今シーズンは J2 の日本人得点王期待かかったんですがね、まあ、少し今節は上位の選手が、まあ、渋みと、まあ、しかしアレモンであり三浦、あと愛媛の田中ですか、はい、そこもしっかり点重ねてますしね、うん、どうしてもゴールが多くなるとマークは厳しくなりますし、やはりそのマークの厳しい中、厳しい状況の中で決めてこそやはりストライカーエースですからね。なるほどね。今日お届けをしているホームの徳島はハジが9ゴールということで、この上位には名を連ねておりませんが、上位陣ゴールランキングご覧をいただきました。さあそれでは徳島これから後半に折り返してまいります。徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場、まだ画面向かって左から右に強い風が吹いています。それからこのスタンドの向こう、建物の奥はもう渡辺さん、これ海なんですよね。なのでまあ非常にここは風が影響する、まあ、グラウンドだと立ち上がりも言いましたけどね。後半も皆様には渡辺一平さんの解説でお楽しみをいただきたいと思います。現在まあ最下位に甘んじているホーム徳島ヴォルティスではありますけれども、東監督に代わってここ2試合で勝ち点が4、今日もベルディ相手に先制をいたしました。対するベルディの方もレイソルにここ最近では黒星がありますけれども、そのレイソル戦の前というのは横浜 FC に引き分けて、その後3連勝、特に最後の勝ちというのはヴィッセルに 5-2 というゲームを演じています。前節も3対1でベルマーレを下してまいりました。さあ両チームの選手がピッチに戻ってまいりました。まあ、ヴォルティスも監督の交代でチームの調子は上がっていますし、逆にベルディは本当にまだ最終節まで実は何が起こるかわからない状況になってますんでね。まあ、やはり上位が接戦の中で、毎節毎節順位が変わる得点差ですよね、勝ち点差ですよね、はい、なのでもうそろそろ見えないところでのプレッシャーっていうのもね、選手一人一人、チーム全体にかかってくると思うんですよ、はい、なので本当追う側としたらもう失うものは何もない、試合前にも触れたように残り7試合で21取るという気持ちが必要になると思うんですよね。 B は例年ですね、第4クールというのは大体こう J1 に上がるチームというのはほとんど負けないんですけれどもね、レイソルが少し調子を落としています。第4クールに入って2敗、
それからヴィッセルも大円クール黒星1つ、横浜 FC も敗れています。まだまだ可能性にかけたい、その東京ヴェルディ1969ボールでセカンドハーフのキックオフになりました。両チーム後半の立ち上がりメンバーチェンジはありません。さあ1対1、渡辺さんに改めて後半の見どころポイントを伺っておきます。まず一つ挙げられるのは風だと思うんですよね。人事、エンドが変わってこの風をいかに味方につけることができるか。ここは広山からとちょっとボールが浮きました。マルクスシューバーが落とす。おっとシューバー人を使う。そして広山フラッグ上がっていないが、まだヴェルディ、いやーここでちょっと苦しくなったか。最後アンドレのクリア、これがつながります。小林、そして伊藤、ボルティスはカウンターなるのか。いやー通ればチャンスだ。恥角度がなくなる。いやフィニッシュまではいきませんでした。ボルティスラストパスが直接打てるところにボールがあれば、決定的なシーンでしたけどね。後半は立ち上がりから攻守の切り替えが早くなっています。まだキックオフから1分ちょっと経っただけ。ここはどうだ、スピードもあるぞ。前線シューバー自分で行く、倒れた。ここは飛び込んでいったシューバーのファールを取りました。風を一つポイントと挙げたんですけれども、はい、この後半ヴェルディは向かい風になってしまうので、ディフェンスラインの裏に出るボールというのは止まりますよね。そうなった時にシューバのスピードというのが生きると思うんですよ。ちょうどシューバの J リーグのデビュー戦を渡辺さんと、ね、解説させていただきましたけれども、目の当たりにした時にはびっくりしましたね。湘南戦でしたかね。そうですね、ベルマーレとのゲームでしたが、あの時は確かピッチコンディションが雨だったので、はい、ただでさえスリッピーなグラウンドで、なおかつ止まった時に完全にディフェンスを諦めてたボールっていうのは届きましたからね。そうですよね。そのスピードを持ったシューバが前線です。しかもボールを込んだ止めやすい風をベルディがどう操るか。大橋が前にはつなげず、しかしもう一度貝本が来る。いやここでカットしました。ボルティス、小林、足につきません。深追いです。小林、イエローカードが出そうです。自らのミスを取り返しに行きましたが、今日先制ゴールはこの小林の頭でした。ここで深追いして藤田に対してボールがなくなった後への接触になりました。まあ、小林の落とすボールのミスからのファールですけれども、はい、あそこも今ダイレクトを選択しましたよね、ワンタッチを。それだけ後ろに玉野でありアンドレといったところがしっかりいい距離感でサポートできている、はい、だから攻撃において徳島は後半続けたいというのは、やはり前線2トップに対していかにボールを入れなおかつサポートができるかと思うんですよね。一方のヴェルディは前半なかなか攻撃の中でリズムは生まれませんでしたが、シューバのスピードといったところで個人の力でやはり同点に追いつくことができた、でもう一度振り出しからこれ後半45分戦うわけですからね。足の長いスローインから最後広山、藤田の見事なスローインも光りました。ヴェルディ逆転に成功、1対2。いやー今のスローイン素晴らしかったですね。いや風というのを、まあ、真横から受けるような形ですけれども飛びましたね。いやほぼペナルティエリア中央まで届きました。完全に徳島のディフェンスラインは今のロングスローあそこまで来ることはないというような元でのディフェンスでしたから、広山が飛び込んできましたが、まあそこはもう本当サインプレーと言いますか意識してたんですよね、あそこ飛び込んでくるというのはね。ただシーズンここまでもあそこまで長い藤田のロングスローというイメージが渡辺さんないですけどね。一つロングスローを武器にしてまいりましたヴェルディ、逆転に成功です。こちらラモス監督、まあ、欲を言えば自分たちのカラーを出して圧倒的な勝利というのが次節以降に流れをまあ、つなぐ一つの原因にはなるんですけども、形はどうであれ今ヴェルディは追い込まれている状態、勝ち点3が
是が非でも欲しいわけですよね。アンドレー同点ボルティス、素晴らしいキック、アンドレージョルジーノに飛びつきました。アンドレー、いやー素晴らしいキックでした。もう一度ご覧いただきましょう。これも追い風ですからボール伸びましたよね。でなおかつ飛んだコースも良かったですね。いやー今日あのナルトに詰めかけたサポーターはちょっとまたサッカーの魅力に取りつかれたんじゃないかって、そんな瞬間でしたね。いや本当1点目といい2点目といい、この徳島のゴールというのはちょっと素晴らしいゴールといいますか、今までにはちょっと見られなかった形ですよ。そうですね。さあすぐさままたゲームは振り出しです。前半の展開とは逆の形にはなりましたが、同点に追いつかれたこのヴェルディが落ち着いて残り時間を戦うことができるかなと思います、はい、もう失うものは徳島としてはないわけですから、前半続けてきた、2トップに対してのくさびのボール、出た後のサポート、3人目の動き、そこは徹底してくると思うんですよね。いやそれにしても渡辺さん、一時ですねなかなかトンネルの出口が見当たらなかったボルティスとは今は全く違うチームのように、リードを許しても跳ね返せるだけの雰囲気がありますね。これもここアウェー2試合で勝ち点4取れたという自信も影響しているとは思います。上位の仙台相手にあわや3点取れるような、それも自信だと思うんですよね。一つここはアンドレがしっかりプレッシャーに行く。アンドレがそのまま上がっていきます。そのアンドレを使いに行きましたがここは繋がりません。しかしスペースをしっかり埋めるキム・ウィマン。石田が上がります。ディフェンスから石田が上がっているが、この辺りのケアはどうでしょうか。中盤から藤田、失礼、大橋、ここは西川のファウルになりました。今度は前半とは風が逆になります。前半ほとんどプレースキッカーは大橋が務めていました。マルクスに変わりますか。まあ、新潟時代からこの辺の距離というのは得意としてましたからね。逆にこれボールを落としやすい風と申し上げていいんですか。いや難しいと思いますよ。そうですか。マルクスの技術を見てみましょう。いったー、枠を捉えられません。やはり難しそうでしたね、はい、具体的にはどんなことになってくるんでしょうか。まあ、しっかりボールに回転がかかれば、まあ、ドロップするようなこともできますけれども、マルクスの場合その無回転のシュートじゃないじゃないですか。なので軽くカーブをかけて落としてくるタイプなので、それも風の影響を受けてそのまま吹ける可能性は十分に大きいですね。今のも枠を捉えられなかったこと自体がそのあたり影響してるのかもしれません、ね、曲がりきってませんもんね、ボールがね。アンドレからタマ、細かくつないアンドレ。今日はアンドレが本当に攻守にわたっていいところに顔を出してきますね。縦に繋がればチャンスでした。このボールは伸びますよ。しかし詰まったらサイドで、それもやはり1人2人飛ばすような長いボールでのサイドチェンジというのが見られますよね。これは前半から続けられていることですけども、はい、シューバです。激しい接触、伊藤と一安、富澤ですね、失礼しました。富澤と伊藤です。富澤にイエローカードを。かなり激しくカードの対象になるようなプレーでしたけれども、はい、背中を向けてくる相手に対してあそこまで強くいく必要はないと思うんですよね。ですね、完全に遅れていってる、彼は本人で分かってると思うんですよ。
カードがかかってフォアセールをかけました。何でもないゲームの中での1回のこのフリーキックなのかもしれないですけども、はい、相手にしてみれば相手は焦ってるというように取れますしね、うん、味方に与える影響というのも大きいですよ。無駄なカードというのは後々響きますからね。そうですね、まあ、ディフェンダーとして途中出場というゲームの多かった富澤をこのところボランチに起用しているラモス監督ですが、それがまた続いています。今日は菅原とのコンビ、ゼルイスが前節右足ハムストリングの肉離れ、戦列離れています。藤田のクロス、ディフェンスラインから貝本でしたが、後半はプレースキッカーマルクスに変わっています。今度は合わせるファーに上げていく、もう一度送る、こぼれ球、左足のシュートは枠の右、最後は戸川の左足シュートでした。大橋ですね、打ったのは大橋の左足です、失礼しました。同点ゴールと同じような距離じゃないでしょうか。当然ここはアンドレで行くでしょうね。助走十分、あのフリーキックの再現もあるのか。アンドレ、今度は低いボールになりました。今度はこぼれ球、グラウンダーで枠を捉えていきます。今金沢が入りましたね。あ、ベルディメンバーチェンジがありました。中盤の底の菅原に変えて15番の金沢慎吾投入です。右のサイドバック石田、自陣からのフリーキック、長いボール、変わって入ったこの15番が金沢です。あっとイエローカードですか。山野が激しく、まあ、金沢に対してアプローチに行ったんですけども、ウェルディは菅原に変えて、まあ、金沢を中盤に入れたといったところ、やはり中盤での展開力であり点を取りに来た交代ですよね。ここは玉野はこれで次節出場停止ということになります。リーチがかかっておりました。さあ前線、うまくスイッチして上げていく、一柳のクリア、3人で作った攻撃ですが、渡辺さん、チャンスを広げましたね。ボルティス金沢の投入でボールを持った時、ベルディはやはり前に人数をかけてくる、これはもう前半と変わらないんですよね、はい、でそこで奪われた後シンプルな攻撃というのもやはり徳島も変わらないわけですよ。うん、片岡が入れます。コーナー、風に乗れば
ニアです。ちょっとかぶりました。遠目から打ってきた。高木が抑えます。早いタイミングで玉野からの右縦にちょっとボールが離れました。両チームのハーフタイムの監督のコメントなんですけれども、ボッティスの東豊監督、立ち上がりは良かったけれども中盤で押され気味になった。終了に近づくにつれてペースを掴んでいるので後半もこのペースで行こうじゃないか。後半は風上だ。積極的にゴールを狙っていこうと。まあ追いつかれはしましたが一度逆転された後にまた再び追いついた。この辺りが今のボルティスのチームの雰囲気。対するベルディ、こちらはもう負けられません。上位に何が起こるかわからない状況です。ラモス・ルイ監督、2トップのコンビネーションに注意をしよう。相手の縦パスしっかりコースを消していこう。そしてサイドバックはもっと高い位置でプレーをしよう。渡辺さんがおっしゃっているのはサイドバックの話も出てますね。本当にサイドに起点を作った時やはり両チームチャンスは作れてるんですよね。伊藤から玉野、伊藤つながって片岡、さあ伊藤もエリアに入っていく。ファーに1枚いるぞ。キムウィマンのボレーでした。まあ、フリーな状態でしたけれども飛び込んでくるディフェンスも目に入りましたかね。でラモス監督のハーフタイムのコメントでその縦パスに対してもう少しケアしようと、はい、そうあるんですけども、そのくさびのボール、特に小林であり端に入る足元のくさびのボールに対して中盤が連動して動けるようになってますからね徳島は。まずそこに入れさせない、しっかり門を閉めるようなディフェンスですよ。ここもやはり中盤のパスコースでありスペースを消す動きというのが必要になります。はい、また2トップに対してのパスか。役は一旦戻す。片岡どうする。ボールの近くにはハジがおります。そのハジを使います。前を向きます。ハジから小林、つながる。片岡キープ。エリアに2枚つくのは貝本。戻す、打つか、つなぐ、ファーにキムウィマン、クロス後ろから飛び込んで右足でした。フィニッシュで終わるタイミングも非常にボルテスいいように感じるんですが、今のように枠は取られなくてもやはり思い切りのいい形で終わるっていうのは一つですよね。はい、前半のまあ終了間際にも中盤で自陣でつなぎのところでボールを奪われてカウンターというシーン、これはもう両チームにありましたから、まずやりきるということですよね。はい、片岡前線はスピードのあるシューバー、にゃっとマルクスからシューバー、もう一度マルクス、ちょっと重なったか。金沢です。大橋右にシューバー、そのシューバーを使う。シューバーよく防ぎました。キーパーベテランの高橋、今のシーンです。いや、大橋らしいスルーパスで、イメージは逆サイドだと思うんですけどね。ベルディ再び勝ち越しはなりません。キッカー大橋、高橋が飛び出していって逆方向のヘディングは戸川、枠を捉えられれば完璧なシーンでしたが、
いやー惜しくもニアで打ったヘディングはファーのポストの外を通過です。いや徳島は助かりましたよ。今完全に高橋のミスだと思います。あのタイミングで飛び出すというのは、はい、高さ的にも低かったですしね。さあ前線マルクスから広山がアンドレに渡してしまいました。さあ攻守切り替えです。アンドレ伊藤が開く。アンドレは中央突破か。アンドレ引きつけて引きつけて引きつけて使わない。伊藤使わない。センターライン玉野。玉野変えていいですよ。左に振る。エリアに2枚大森から小林が通りません。もう一度キムマンスイッチして玉野。いやボールを失うか。後ろから西川。西川失礼これ石田。石田かわしに行く。上げられません。いやしかし次から次へと選手がポジションを飛び出してきますね。思い切りのいいプレーですよね。はい、ああいったシーンもしっかりこうゴールライン割るまで攻め切りますので、逆にこうピンチを招くようなことにはなっていません今のところのボルティスです。で富澤と伊藤、マルクスの足元に落ち着くか。ボール伊藤が取ります。相手のゴールマウスに近くなってもプレーのシンプルさが変わらないですね。ボルティスはもうこう徹底されてますよ。左から無理ならば下げる。タマン、アンドレ、マウスを見る。無理ならつなぐ。ここはアンドレに対するファウルになりました。いやアンドレ先ほど2点目を決めた時よりもかなり距離は近くなっています。水落ちのあたりでしょうか。両チームの選手一人一人攻撃においてボールを持った選手の判断の速さといったところも今日はちょっと違いますよね。このまま遅れて富澤がアプローチに行ったんですけれども、あのフリーキックを見せられているので、あそこはやはりシュートコースという意味で早く詰めなきゃいけない。 そこをうまく相手の裏をかいてのワンツーですからね。このフリーキックは時間かけていいと思いますよ。風上から風下へ。先ほどは目の覚めるような強烈な、そしてサポーターを引きつけるようなここからのシュートもありましたが、今度は片岡。あえてアンドレではなく片岡に打たせました。こういった余裕が今まで必要だったんですよね。しかもキッカーがいて枠を捉えてくるあたりもね、はい、ベルディに非常にプレッシャーがかかるでしょう。さあ片岡左から、あショートコーナーできます。人数足りてませんよ。片岡ファーに伸ばす。折り返すか。ゴールキックと変わりました。ファーで待っていたのは小林です。金沢を投入して攻撃に変化をつけようというヴェルディの意図ですが、はい、やはり組み立ての最初のパスというのが足元ではなく、やはり浮き球というので敵陣にまず入れるというのが多いですよね。で全く貝本といい、この藤田の両サイドバックが攻撃に絡めてませんね。前半からずっとそのあたりの課題は解消されてないですね。これは貝本です。本来ならスタートをもう少しこう高い位置で起こせるようなところにもらいたいんでしょうね。それがやはり、チャンスですよ。どうだ、前線つながればチャンスを落とす。シューバーから広山決められない。さあカウンターです。
伊藤アンドレも前線に加わる。ハジマウスを見た。いや見応えのある両チームの攻防ですけれども、伊藤の、ラストパスに対してここアンドレもサポートで、逆サイドにもここ確か小林もいましたよね、はい。広山のフリー決められず、ハジは左からのシュートを狙って枠をかすめました。いや徳島は攻撃においても守備においてもアンドレ鍵を握ってますね。そうですね、そのアンドレ外に振る。キムビマン、伊藤またぐ、玉野から前線。本当に単純なプレーの繰り返しなんですけど、積み重なると相手のしっかりこう組織を崩せるようなボールにつながっているっていう、そんなサッカーになってますかね。いや本当シンプルなんですけども、動きが明確なのでワンタッチツータッチの選択ができるわけですよ。一方のヴェルディはやはり持ってからどうしようっていうのが前半から続きましたね。玉野来た、縦は破れないか。でハーフタイムの指示で2トップのコンビネーションをもう少しと、はい、先に触ったのはシューバーだ。スピードがあるぞシューバー。マウスを見る。いや渡辺さん、じっくり話を聞いている時間がないような展開になってまいりました、ね。しかしこれしか今ないんですよ、ヴェルディの攻撃において。パワーポイントといいますか、ストロングポイントがね、シューバーのスピード。こぼせば広山もというシーンでした。奪った後前線に前線に、両チーム攻撃に入った時に人数をかけてきますから、後ろがやはり最低でも1枚余るような形なんですよね、ディフェンスラインが。ということはやはりそのスペースが余っているといったところ、そのスペースをうまく使って、ゴール前中盤のスピードを生かすんですよね、はい。なので前前という意識が非常に強くなってます、ベルティは。かなり低い位置から押しです。平山コントロールが流れた。最後に触ったのは石田になりました。ベルディボールのスローインです。一柳から戸川、右に貝本、なかなか上がれません。大橋がそこに入りましたか。いやこれも金沢と入れ替わり立ち替えですね、ここね。富澤から縦、広山を走らせます。つくのは石田、かわすか広山、合わせていく、ヘディング、わずかに合わず終盤戻るような体勢になりました。流れに乗ってスピードのあるヘディングだったら分からなかったんですが、ラモス監督動きます。これで2人目の交代、大橋を変えます。ここで斉藤雅樹投入です。中盤を省略してといいますか、前線に早いタイミングで入れているヴェルディの攻撃ですから、はい。前線に人数を割くというのは一つ手でしょうね。あとこの斉藤もシューバーとは違うまたスピード感がありますからね。あとルーズボールに対しての、彼のプレーであったりだとか、前線からの守備もチームに貢献してますよ。運動量という意味では非常に強いフィジカルを持っている斉藤を投入してまいりましたラモス瑠監督。なので大橋が 前線から1列下がる可能性も十分にありますよね。1人倒れています。大森です。ボルティスの方のディフェンスは3人、シウバに加えて斉藤まで入ってまいりましたので、ベテランの伊藤で変えますね。で大島康明を投入です。
伊藤は中盤登録、大島はフォワード登録。サッカー自体を変えるか。現在は最下位ではありますが、東豊監督は決して気持ちでは負けていない采配です。広山から斉藤、さあアンドレです。ワンタッチで叩きます。いや、しかし運動量ありますね、アンドレね。落ちませんね、まだね。186センチのアンドレ、19歳。ワンタッチあるいはツータッチでパスが出せる位置に他の選手が、ボルティスが動いています。戸川から手前は藤田です。藤田から藤田ただにスペースがなくなって斉藤へ、またアンドレです。落ち着いています。キム・ウィマン、本日の公式入場者数は4330人を数えました。まあ、ベルディ相手に今日取った2ゴールというのは間違いなく今日この会場に来たサポーターの方は話題にしながら帰るんでしょうね。いや、本当素晴らしいゴールでしたね。あとは勝てるかどうか、勝つことによってまたこのゲームを見た後の気分も変わってきます。東対戦になり、でここ2試合アウェーで、まあ、1勝1分けと結果が出てればいるわけですよ、ね、でホームに帰ってきて上位のヴェルディ相手に勝ち点3を取らなきゃいけない相手に対してどういった残り時間でサッカーをするかでしょうね。こういう競ったゲームで自分たちのミスから失点をし、ずるずるっといってしまうっていうのは今シーズン徳島非常に多かったですから ね。キム・ウィマンから代わって入った大島、前線小林、いや広山が低い位置まで戻っていました。しかしボールをもう一度アンドレから前線ヒールでワンツー、非常にタッチ数が少ないこの組み立て、クロスが上がる。いや、徹底されてますよねこの攻撃は。今は最終ラインで左でプレーする大森が高いところまで上がってクロス入れてるわけですけども、後ろ枚数は揃ってるわけですよ、はい、最低限のも1枚多くディフェンスラインが、まあ、人数揃っていればいいわけですからね、はい、コーナーキックは玉野です。ショートコーナー使わないヘディング、アンドレに合わせていきました。ワンタッチあるいはツータッチでもしパスコースがなければシュートを打て、それぐらいの約束元なんじゃないかっていう非常にシンプルなサッカーに見えます。マルクス変えます。これで3人目の投入、立て続けに来ますね。まあ、早いタイミングで言いますか、もうこれ3枚目のカードですから、これが今のヴェルディの現状、このゲームに対する気持ちだと思うんですよね。なるほど、ベテランの永井を投入です。マルクスに変えました。なかなか前線でこのシューバーであり、この、まあ、広山がこの後半の頭に何本か早いタイミングでチャンスは作りましたよね、はい、今全くその斉藤も入れた、でなおかつ金沢でこれ長井投入したんですけど、長井投入するまで、なかなかこう攻撃で形作れません。どこで起点を作るのかっていうのが明確じゃないですよね。完全にサイドバックが上がれるような局面といいますか、スペースは消されてますから、そこに対してどうやって組み立てていくのか、攻撃を仕掛けていくのか。今日は素晴らしいフリーキックを一つ決めているアンドレ。あー、もうこれはピッチに戻らないようですね。アンドレを変えました。16番の引地雄也を投入です。
まあ、できれば今日のゲーム勝ち切るためにはアンドレの存在というのは非常に大きいかなと思ったんですが、いやこの交代といいますか、まあ、負傷での交代にはなりましたけども、ターニングポイントになるかもしれませんよね。あとは徳島としては今後今日のようなゲームを続けるためにはアンドレは次節以降も出場できないということになると痛いかもしれませんけどね。まあ、コンビを組む玉野も次節出場停止なわけですからね。はい、アンドレがピッチを後にしました。残りは10分切ってまいりました。まあ、次のゲームに関しては1週間間が空くわけですから十分な、まあ、休養であり準備はできると思います。ベルリからボルティスに移籍した玉野のキックこぼれ球左から大森戻して斉藤が追うエリアに入れるちょっと離れたボールになりましたが左足シュートで終わります。最後小林の左足です。ていくがショートコーナーは使いません。玉野送るファーにフリーで1人落としたマイナスゲームペナルティアークの方向から飛び込んでまいりました。最後はキムイマン3人の交代枠を使い切ります。東監督今日先制ゴールの小林に変えます。7番のジョルジーニャ投入。まあ、これは疲れだとは思うんですけどね。しっかり恥小林と今日の2トップというのは攻撃の起点になっていましたし、はい、いいプレーを見せてくれました。ジョルジーニョはまずプレッシャーから今度は前線に戻ろうというところ。これでまあ徳島前線にジョルジーニョという個人で打開できる選手が入ったわけですよね。はい、しかし今まで攻撃を支えてきたのは今日のゲームに限ってはシンプルな一人一人がボールタッチを少なくしてボールを動かすサッカー、持てる選手が入ったことによってこれリズムが変わらなきゃいいんですよね。あなるほどね。ベルディの方は勝ち点3は絶対取っておきたいゲームです。ジョルジーニョしかし攻撃として、いやしかし今のプレーも明らかにリズムは変わりましたよね。激しいプレッシャー行くのは引き地前線から行きます。かいくぐって金沢から貝本ボールは引き地の足元に出る。玉野長いです。粘った長いキーパー高橋エリアを飛び出します。いや長いの場合は今のような1本のラストパスが出せますから、いくら数的優位の最終ラインとはいえここ1本の裏のパスというのはケアしなきゃいけませんね。そうですね。裏のスペースよく高橋ケアしましたよ。まだまだ途中交代スピードの残る斉藤。あっとここは一柳キーパーの高木に戻します。開いて待ったのは戸川。広山から長井です。長井ふわっと浮かせていく、金沢が前線だ。打てるのか。まだある。ここにシューバー上げ直し。金沢のポジションはオフサイドです。プレーに関与することできませんでした。できればサイトをうまく使いたかったファーで受けたシューバーでしたが、長井が入って3枚目のカードの長井が入って金沢も生きるようになりましたし、はい、攻撃がより一層シンプルに速くなってきましたね。金沢がかなり積極的に上がっています。斉藤が戻る。戸川から前線です。
残りは5分少々。残り試合すべて勝ち点3で上位に波乱が起こればヴェルディまだ分からないという状況です。勝ち点3を積んでいかないとまさに自滅という、それが今のヴェルディの現実です。計算上は今日 J1 への道が閉ざされるということはありません。しかし最下位のボルティス相手に勝ち点3は是が非でも欲しいところ。さあ斉藤、できれば得意の飛び込み生かしたかったところでしょうか。ゴールを背にしてのキックになりました、うん、最後少し無理な体勢でしたからね、ボルティスが前線です。シンプルにいきます。タッチ数は非常に少ない。ここも2タッチだ。キムイマン、ここも2タッチ。引き地、ここも2タッチ送る。コーナーを取りますボルティス。片岡ショートコーナー入れていく、ヘディング。最後は引き地優也、失礼、これは大島です。大島のヘディングでした。後半何本かある徳島のコーナーキックに対して、まあ、ショートコーナーを選択するシーンが多いわけですけれども、はい、そのショートコーナーを選択したその後のディフェンス、ヴェルディは数的不利作られてるんですよね。もっともっとボールに対して集中していればその反応も一歩一歩早くなると思うんですよ、簡単にクロス上げさせてますからね。さあここはジョルジーノ、高木がギリギリまで呼び込んでから手で抑えます。急ぎたいヴェルディ、時間がありません。手元の時計残り3分切っています。金沢につながらない。富澤に対するファールはジョルジーヌです。長井が戻す。細かいパスよりは早く相手ゴール前へというところでしょうか。貝本も結局このゲームえぐるシーンというのはあまり増えてきませんでした。逆にこの金沢がトップ下からかなり前目、クロスはエリアの中の味方には合いません。さあ残り2分切ってきた。早く長い金沢にボール集めたいですね、ベルディはね、平山も含めて。何かをやってくれるプレイヤーにボールが入らないと何も起こりません。藤田の長いスローイン、シューバーシュート体勢に入ろうというところ、後ろから来た平山、右足、金沢ボルティス、そしてヴェルディは今シーズンの開幕カードでした。この時はヴェルディが4ゴール、ボルティスを4対1で下しています。第2クールは徳島が 2-0 でヴェルディを下して、そして第3クールはまたヴェルディ2勝1敗迎えたこのゲーム。残りは1分切ってきたか。高橋がまた出る、右足のシュートをこぼれたところ、最後は斉藤が絡もうというところでした。もうヴェルディは負けないサッカーではなくて勝ち続けなきゃいけない状況です。広山、ニア合いません。スピードを上げて諦めないのはボルティス、キムイマン、最後はそのキムに当たりました。
今日はレイソルがゲームを行っていません。3位というものを目指したときには確実に勝ち点3を積んでおきたい。この46節後半アディショナルタイムは2分の表示がありました。いや本当勝ち点1じゃないですよね今のヴェルディは。これでレイソルとの差を3つ詰められるという考え方をすればね。後ろから上がる、ファールはありません。プレーオンです。ハーフウェイラインからあとやはりプレーが止まりました。イエローカードは斉藤。徳島は徳島でホームですからヴェルディを相手に勝って監督が変わったことでチームも生まれ変わってきたというところをアピールしたいところ。玉野です。ピッチ右から入れる。さあ残りは30秒ほどか。アディショナルタイムは2分です。あと1つゴールが決まればヴェルディ勝ち点3。まあ、徳島の最終ラインも集中してますよ。そうですね。攻撃においてはやはりアンドレが退いたことによって迫力こそなくなりましたけどね。島のマウスからボールが離れていきます。今ちらっと時計を見ました。今日のレフリー池田直弘さん。ここで試合